ジェームズ・アイアデルは、初代アメリカ合衆国連邦最高裁判所、売席判事の一人である。1790年に、ジョージ・ワシントンから指名されて後、その死の1799年まで務めた。息子のジェームズ・アイアデル・ジュニアは、ノースカロライナ州知事になった。アイアデルは、イングランドのルイスで、ブリストルの商人の子供、5人兄弟の僧侶として、生まれた。 父が、事業に失敗して、健康も損ない、アイアデルは17歳の1767年に、北アメリカ植民地への移民を強いられることになった。ノースカロライナのイーデントンの港で、親戚たちが、税関の復讐税人すなわち会計監査役の職を、圧戦してくれた。アイアデルは、税関で働きながら、サミュエル・ジョンストンの下で法律を学び、 法律実務を始めて、1771年には、法廷弁護士として認められた。聖職者の孫でもあったアイアデルは、生涯を通じて、性公界に帰還し、その著作によれば、組織化された宗教に単純につくことを超えて、精神性や刑事上学に興味を持っていたことを示している。1773年、アイアデルは、ジョンストンの娘ハンナと結婚し、 4人の子供が生まれたが3人だけが成人した。翌1774年、アイアデルは港の修税官になった。アイアデルはイギリス政府に雇われている身分だったが、アメリカの独立と革命を強く支持した。1774年、随筆、大英帝国の住人に当て手を書き、イギリスの議会がアメリカを支配するという概念に反対する議論を並べた。 この随筆によって当時のノースカロライナで最も影響力ある政治的随筆家として23歳で頭角を表した。彼の論文アメリカのパトリオットの原理はアメリカ独立宣言の主題と概念を予言し影響させることになった。独立戦争が始まるとアイアデルはノースカロライナにおける裁判制度構築に貢献し、 1778年に最高裁判所判事に選出された。その経歴では、1779年から1781年の、検事総長を含め州内の政界と司法会で、多くのポストを歴任した。1787年、州議会は、アイアデルをコミッショナーに指名し、ノースカロライナ法典の修正と改定を任せた。 その作品は1791年にアイアデル改訂版として出版された。アイアデルはノースカロライナにおける連邦主義者の指導者であり、提案されていたアメリカ合衆国憲法を強く支持した。1788年ヒルズバラで開催された憲法批准会議ではその採択を訴えたがうまくいかなかった。1790年2月10日、 ジョージ・ワシントンがアイアデルを初代のアメリカ合衆国最高裁判所、賠席判事の一人に指名し、二日後にアメリカ合衆国上院が確認した。アイアデルは初代判事の中では一番若い38歳だった。最初の最高裁判所は担当する事件が少なかった。実際に最高裁判所が最初の事件を審理したのは1791年の ウェスト対バーンズ事件だった。この判決は前回一致のものだったが、アイアデルは議会がウェスト判決を執行する厳しい法律を変えるよう要求した。判事たちは1年に2回集まって審問するだけであり、アイアデルが判事を務めた間のその意見については一握りの資料しか残っていない。それらの中で次の2件が最も重要なものである。チザム事件では、 世論と正解の意見が他の判事たちと対抗するアイアドルに一致した。チザム判決に対する大衆の激しい抗議と強い反応によって1798年にアメリカ合衆国憲法修正第11条の採択により判決は破棄された。前回一致の判決だったコルダー事件ではアメリカ合衆国憲法の条項が刑事事件にのみ当てはまると判断し、 自然正当性の原則は法の構成要素となると裁定した。アイアデルの意見は明らかに憲法の文面に違反した州の行動のみが無効であると宣言されうるというものだった。自然正当性の原則は固定された基準では規制されない。最も有能で最も純粋なものがこの主題では意見が一致しなかった。 自然正当性の抽象的原則に一致しないと、判事が考える法律を議会が成立させたというような事件では、すべての裁判所が適切に発言できる。コルダー事件におけるアイアデル判事の意見は5年後のマーベリータイ・マディソン事件で試される、一件審査権の原則確立に貢献した。最高裁判所はその後の歴史を通じて、アイアデルの考え方に従った。 フリーズ事件における連邦大陪審にアイアデルが関わったことは憲法枠組みを作った者たちの意図がアメリカ合衆国憲法修正第1条の範囲を事前抑制からの自由に限定する証拠として通常に引用されている。アイアデルは報道の自由に関するウィリアム・ブラックストン教の狭い解釈を称賛し憲法枠組みを作った者たちは ブラックストン教の作品を大変致出していたと述べて、彼の説明が十分なものでなければ、この修正条項はもっと具体的に記述されていかなる、誤りも避けるようにされていただろうと考えると、主張した。1789年司法憲法は、アメリカ合衆国を13の地区に分け、それぞれの地区の13の主要都市の一つずつに、連邦裁判所を置いた。また東部、 中部及び南部に3つの巡回裁判所、すなわち連邦控訴裁判所を置いた。最高裁判所判事は1年に2回、巡回裁判すなわち様々な巡回をして、審問を行うことを求められた。当時の旅は大変だったこともあるかもしれないが、アヤデルは健康を損ね、1779年10月20日に休止した。 48歳だった。1788年に設立されたノースカロライナ州アイアデル軍は彼にちなんで名付けられた。ありがとうございます。